ビアン・エイ・クロルは、アメリカ合衆国入りの異衆、ヒンズデール出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のデトロイト・タイガース所属。2009年の MLB ドラフト7巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、8月17日に入団。2013年3月20日、1月に行われたトレードの後日発表選手として、ワシントン・ナショナルズへ移籍した。 シーズンでは開幕から参加の AA 級ハリスバーグセネターズでプレーした。6月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌5日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビュー。6点ビハインドの6回表から3番手として投板。1回を1アンダム失点3奪三振に抑えた。この年メジャーではリリーフとして32試合に投板して2勝1敗。 防御率3.95、22奪三振を記録した。2013年12月2日に、ダグフィスターとのトレードで、スティーブ・ロンバード・オジー・ジュニア、ロビー・レイと共にデトロイト・タイガースへ移籍した。2014年は45試合に登板したが、防御率が約1.00悪化して4.96と、やや打ち込まれた。2015年は33試合に、リリーフ登板。 二年ぶりとなるメジャーでの勝利を記録したが、防御率は悪化の一途をたどり、5.79まで悪化した。2015年11月20日に、キャメロン・メイビンとのトレードで、ゲイブス・パイアーと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。2016年は、ブレーブス・リリーフ陣の主力の一人として起用され、63試合にリリーフ登板して2勝、防御率3.18。 オイップ1.31、脱三振率9.9という好成績を残した。2017年は51試合に登板して2勝2敗、防御率5.33、44脱三振を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月19日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級、グーインネットブレイブスへ配属され、翌20日に FA となった。 2018年1月31日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加の AAA 級ソルトレイクビーズで迎え、5月19日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月28日に DF となり、6月1日に FA となった。 2018年6月10日にメッツとマイナー契約を結び、参加の AA、A、級ラスベガスフィフティワンズへ配属された。9月2日に自由契約となった。2019年1月30日にシンシナティレッツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から参加の AA、A、級ルイビルバッツでプレーした。 2019年6月18日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、参加の AAA 級ロチェスターレッドウィングスへ配属された。オフの11月4日に FA となった。2020年12月にタイガースとマイナー契約を結び、2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年は5月のマイナーリーグ開幕から、 参加の AAA 級トレードマットヘンズでプレーし、7月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月27日にリーフとなり、29日にマイナー契約で AAA 級トレードへ配属された。だが、翌日の7月30日にダニエル・ノリスがトレードにより移籍したことに伴って、再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 8月27日に再びリーフとなり30日にマイナー契約で AAA 級トレードへ配属された。9月11日にサンタウビメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。